はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます、えー。この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で、えー、少しずつお話しするものです。心理学の各種試験の対策や、えー、大学の講義での補修や、えー、教養のためなどにお役立てください。よろしくお願いいたします。えー、ということでですね、 まず心理学の歴史の外観ということなんですけれども、そうですね、弊社の他の講座もご受講いただいている方はですね、あの、まあ、例えば心理統計講座ですとか、あとは心理学の実験法の 講座ととかかでででで、すすすね、ね、のの冒頭でもです、ね、お話ししてますのであこの話は聞いたことあるわっていう方はですね、まあ、あのスキップしていただいても、えー、構わない、えー、その内容です。えーまあ、この概論勉強会でもですね、あの冒頭にですね、心理学のこう全体像についてですね、えー、押さえておいていただきたいので、もう本当に今日から心理学を初めて学ぶっていう人用の、えー、全体的なお話です。ですので、えーまあ、あの必要な方はご覧くださいといったような内容でございます。 でですね、まあ心理学って一体まあどういう学問なのかっていうと、